秋葉忠だとし11月3日隊は、日本の政治家、数学者。第33から35代広島市長、衆議院議員、社会民主党国会対策委員長、同政策審議会長を歴任。日本社会党に所属し、1990年の第39回衆議院議員総選挙に、大原徹の後継者として出馬し、初当選。以後当選3回。 一期目の当選後、筒井信太からと共に、ニューウェーブの会を設立し、対案を出す党に、社会党を生まれ変わらせることを目指した。1999年に、衆議院議員を辞職し、広島市長選挙に出馬。市民の党の応援を受け、自民党が推薦する、元厚生官僚の大田進や広島市、議会議長経験者など新人5人と激戦の末、初当選する。 1999年2月に市長就任2003年は再び自民推薦、公明支持の大田進むと小畑市の二候補らを破り再選された2007年は自民推薦、公明支持の柏村武明前参議院議員多くの広島市議の支持を受けた大原国夫元広島市議の二候補らを大差で破り参戦を果たした いずれの選挙も秋葉は最後に立候補を表明したが、抜群の知名度によって再選を果たした。例えば2度目は、元広島東洋カープ監督だった小バが立候補、したが大差で小バを下している。また3度目は、広島県選出の中川秀直元自民党幹事長が、参議院議員の柏村拓明を人気切れの直前に辞職させて擁立したのに対し、 自民党系広島市議の大半が、党中央に反逆し、大原を応援するという自民党分裂選挙となった。柏村は秋葉、大原に次ぐ3位だった。平和市長世界会議の議長として、役目を果たすなど、活発な平和活動を展開している。2003年6月、金正日国防委員長に8.6平和、記念式典の招待状を郵送したことが、話題になった。 2007年4月に広島平和文化センターの理事長に、米国人、スティーブン・リーパーを起用し、展示内容の見直しを指示。展示内容を見直す検討委員会に、中国人、韓国人らアジア出身の委員を起用し、原爆投下を日本の植民地支配から解放したと肯定する、考えが根強いアジアの声に触れながら、議論を深め、他民族が共感。 納得できる施設への変更を推進している。また2009年8月6日の演説で核のない世界の実現を呼びかけたバラク・オバマ大統領を称賛し核廃絶を求める多数派の人々という意味でオバマジョリティなる造語を提唱した。この用語に基づき広島市はオバマジョリティキャンペーンを推進、その公式 PR ソングの一つとしてオバマジョリティ温度を採用した。 平和宣言2007年の平和宣言では、米国の時代遅れで誤った政策にははっきり、ノーと言うべきと述べ、2008年の平和宣言では、人類の生存を最優先する多数派の声に耳を傾ける米国新大統領が誕生することを、期待と当時のアメリカ大統領選挙に関連して、政治的に踏み込んだ発言をしたことが話題となった。 2009年の8月6日の平和宣言では秋葉は北朝鮮の核に言及した。就任直後、1999年、腰甲暴挙事件など、広島市中心部で特攻服を着用した暴走族が集会を開いて市民らに迷惑をかける事件が多発するなど、社会問題化した。また暴走族が暴力団の下部組織化していた実態があったこともあり、 秋葉市長は、すべての市民や広島を訪ねる人が安心して過ごせる街にするため、一歩踏み込んだ取り組みをとして、広島県の条例よりも厳しく市の中心部で、暴走族の集会と特攻服の着用を禁止する、広島市暴走族追放条例を制定した。この条例は、日本国憲法が保障する集会の自由を制限する危険性があると指摘もあり、 実際にこの条例違反で起訴された者が最高裁まで争う広島死亡相続追放条例事件が発生している。結局条例は合憲とする判決が言い渡されている。2009年に世界市長会議などが核兵器全廃の目標としている2020年に下級オリンピックを開催する構想を公表した。当初は同じ被爆地の長崎市との共催による 広島、長崎オリンピック構想であったが、オリンピック規約で難しいとされると、広島市を主会場とする広島オリンピック構想に移行した。この構想に対して、広島では1994年にアジア大会を開催した実績があるものの、財政難にあえぐ広島市の財政では、果たして可能なのか、他にもやらなければならない事業が山積しているとの指摘もあり、 賛否が分かれている。そもそも五輪に反核運動を結びつけることに対し無意味であるとの批判が被爆者団体から出されている。しかし秋葉が市長を退任後、新市長松井和美が五輪招致に消極的だったことなどもあり、広島での五輪誘致は撤回に舵を取ることになっていく。 2010年9月1日で閉鎖された広島市民球場のお別れイベントが2010年10月24日に広島東洋カープの選手や市民が参加して行われたが終休式で投球した直後の秋葉市長に対し市内在住の無職の男が三塁側から大声を上げて駆け出してきて公式ボールを投げつけ秋葉市長の右太ももを直撃し2週間の怪我を負わせた 犯行動機は、旧市民球場解体の方針に腹が立っていたという、ものであったが、男は警備員に取り押さえられ、傷害で逮捕された。2011年1月、広島市幹部への年頭の挨拶で、4000不出馬の意向を表明した。秋葉は、退任に関する記者会見や、取材の要請を拒否し、今後も応じない方針を示したが、動画投稿サイト、YouTube に、 秋は忠敏広島市長不出馬会見と題した画像をアップロードした。それによると、退任の理由として、次の人に受け取ってもらうべき時になったとして、更新に道を譲るとした上で、オリンピックについては、新市長が招致を決定すれば、いつでも手が挙げられる状態を作っておきたいとしつつ、24年、28年、あるいは、それより先かもしれませんが、実現すれば、 21世紀最大の出来事の一つになると信じていますと、2024年以降の開催になることを容認している。また実績として、マズダズーム、ズームスタジアム広島の会場などを挙げた。この引退表明に対し、県内では驚きをもって受け止められた。湯崎彦広島県知事は、平和関連の活動を通じ、広島市の対外的な地位を挙げてきたと思う。功績に、 大きな敬意を表したいと語った。秋葉市政継続阻止のため対立候補擁立を模索していた自由民主党広島県連幹事長は個人的な意見ながら独自候補の擁立にこだわる必要はなくなったと思うと戸惑うなど波紋が広がった。一方でオリンピック構想や広島西飛行場市営化問題など課題を置き去りにしての引退表明に対しての批判も出ている。 2011年4月7日に任期満了に伴い退任した。その直後の4月11日から広島大学特任教授に就任2011年の下半期から平和学。4月10日の統一地方選挙において実施された広島市長選挙で松井和美が当選し就任するまでは副市長の三宅義彦が市長職務代理者を務めた。当選した松井は 市長就任初会見で、五輪招致計画の白紙撤回、旧市民球場跡地利用の再検討、オバマジョリティキャンペーン撤廃及び、折り鶴長期保存の再考、広島県庁及び、広島市議会との関係改善などを発言、その他広島西飛行場市営化を断念するなど、いくつか、秋葉市政からの脱却を図っている。それに対し秋は松井から、 広島市政功労表彰を受け取った際、松井の変革は公約だった。良いところはいただきながら、問題点は修正したいとの発言に対し、変革のない時代はありえない。市民目線が基盤にあることが大事だと応じた。2012年11月27日、ドイツ国連協会より、オットーハーン平和メダルの受賞が発表された。 核分裂を発見したノーベル賞科学者、ハーンの名を監視平和や国際協調に貢献した人物に贈られるもので、過去の受賞者には、モハメド・アリア、ミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領、ベルリン国立歌劇場音楽監督で、中東和平活動で知られるダニエル・バレンボイ村がいる。ほか、ありがとうございます。